札幌競馬場第1レース3歳未勝利芝コース 1500m メンバーは14頭です。第1回開催4日目の幕開け、上空は曇り空、芝ダートともに寮のコンディション、昨日同様蒸し暑さを感じますが体感温度は昨日ほどは上がっていません。スタートしました。若干13番シエル・エスティーボは後方、まずは2コーナーへ向かって1番青い光輝並んで6番シャイニースイフト2番手、3番手は10番ダフィネ、先団3頭第2コーナーへと向かっていきます。2コーナーを迎えて先頭1番青い光輝短期先頭3馬身のリード向正面に出ます。2番手6番シャイニースイフト、3番手は10番のダフィネ、前から4頭目の集団には外12番当選ジャネット、内は2番ノーサンブリアです。その直後には3番ルージュアマルフィー、さらには体半分ほど遅れて8番モダナイズクイーン、中段には4番エリムが行って外は並んで14番吉野クラウン、その後方に9番ジーファーが行って残り 800m、 あとは2馬身離れて後方には11番帝王レーズン、あとは2馬身差5番のフェルドランス、第3コーナーカーブ、そして13番シエル・エスティーボ、最後方に7番のフェアリー・ピコの展開です。3コーナーから4コーナー、先頭1番青い光輝リードは2馬身ほど、これから4コーナー差を詰めていく6番シャイニースイフト2番手、残り 400m4 コーナーカーブ、3番手は内は2番ノーサンブリア、さあ広がって第4コーナーから直線10番ダフィネ、3番手の争いで外は並んで8番モダナイズクイーンです。さあ直線 200m 前は入れ替わって6番シャイニースイフト先頭、突き放して3馬身リード、2番手は1番青い光輝頑張っている、3番手は10番ダフィネか、内から4番エリム接近する、外は11番のテオレーズン、先頭は6番シャイニースイフト合理、2着は1番青い光輝、3着はどうか、11番テオレーズン、3番ルージュアマルフィー、内は4番のエリムです。抜けたのは6番シャイニースイフト、2番手追走から鮮やか早めに前を捉えて独走です。鞍上横山武騎手、タイムは1分27秒8、昨日のメインで JRA 通算500勝を達成した横山武騎手、早くも1勝を積み重ねて501勝目、6番シャイニースイフト人気に応えて快勝、今日が9戦目、ここは人気に応えて快勝です。最後は3馬身ほどのリード、6番シャイニースイフト、今日も2番手から運んで危なげなくゴール前抜けています。2着は逃げた1番青い光輝、3着争い広がって11番帝王レーズン、最内4番のエリムですが11番帝王レーズンが3着優勢か、内は4番のエリム、そして3番ルージュアマルフィー、10番ダフィネ、ここは4頭一団となっています。タイムは1分27秒8、上がりタイムゴールまでの 800m は46秒9、 600m は35秒1、1着6番シャイニースイフト、2着1番青い光輝、3着は11番帝王レーズン、すんだり上がって4着4番のエリム、5着3番のルージュアマルフィー。札幌第1レース確定までお待ちください。札幌1レース勝ちましたのは6番のシャイニースイフト横山武史騎手の手綱でした。ちょっとここ2戦は持たれたりよれたりっていうところがありまして、今日も最後ちょっとこう右の方にというのをね懸命になだめながらというようなゴール前にはなったようですが、それでも最後突き放しての快勝でした、うん、青い光輝逃げまして2着3着には人気薄11番の帝王レーズンが入りました。6番1番11番は1番人気3番人気13番人気です。単勝6番 2.1倍、枠連14 4.8倍、馬連1番6番 5.4倍、馬単6番1番 8.9倍、3連複1番6番11番、 276.7倍、3連単6番1番11番 935.4倍です。確定までお待ちください。